政府から説明を聴取いたします。平沢復興大臣。令和3年度復興庁予算についてご説明申し上げます。復興庁におきましては、第2期復興創生期間の初年度において必要な取り組みを精力的に進めるため、地震津波被災地域においては被災者支援などきめ細かい取り組みを着実に進めるとともに、原子力災害被災地域においては基幹環境の整備や生活再建をはじめとする本格的な復興再生に向けて取り組み、またこれらに加えて福島はじめ東北地方が創造的復興を成し遂げるための取り組みを進めるための予算として、東日本大震災復興特別会計に総額6216億円を計上しております。以下その主要施策についてご説明申し上げます。第一に、被災者支援につきましては、避難生活の長期化や高級住宅の移転に伴う被災者の心身の健康の維持、住宅や生活の再建に向けた相談支援、コミュニティの形成、生きがい作り等の心の復興など、生活再建のステージに応じた切れ目のない支援に必要な経費として、362億円を計上しております。第2に、住宅再建と復興まちづくりについては、住まいと町の復興に向けて、災害公営住宅に関する支援を継続するほか、住民の安全・安心の確保等のために、迅速に事業を進める必要があることから、災害復旧事業等について、支援を継続するために必要な経費として、540億円を計上しております。第3に、産業なりわいの再生については、水産加工業等へのソフト支援や、福島県農林水産業の再生、原子力災害被災12市町村における事業再開支援、避難指示解除区域等における工場等の新増設支援等の取り組みに必要な経費として、459億円を計上しております。第4に、原子力災害からの復興再生については、避難指示が解除された区域での生活再開に必要な帰還環境の整備や、帰還困難区域の特定復興再生拠点の整備等を実施するとともに、中間貯蔵施設の整備等を着実に推進するほか、風評払拭及び放射線に関するリスクコミュニケーションの取り組みの強化に必要な経費として、4673億円を計上しております。第5に、創造的復興については、単に震災前の状態に戻すのではなく、創造的復興を実現するため、雨季の取り組みに加えて、福島イノベーションコースト構想の推進、国際教育研究拠点の構築、移住等の促進、高付加価値産地の形成等に係る取り組みに必要な経費として、132億円を計上しております。なお、東日本大震災復興特別会計においては、復興庁予算に加え、震災復興特別交付税交付金など、3102億円を計上しており、全体では9318億円を計上しております。以上、令和3年度の復興庁予算の概要についてご説明申し上げました。何卒よろしくお願い申し上げます。以上で説明は終わりました。それではご退席くださって結構です。次に、防衛省所管について審査を進めます。政府から説明を聴取いたします。